おっしゃちょっと待ってこれ戦えるかな。はい、こんにちは、まやチャンネルピカチュウじゃないけどね。はい、違いますね。本当なんでしたけど、はい、今日はこちらでございますね。うん、ベイブレードバーストのカプセルシューターボリューム1です。はい、ということでベイブレードバーストのカプセルシューターを売ってましたので買ってきました。はい、2つ回して両方ともね、シューター入りのものですね。はい、よかった。はい、うん、でね、実はその前に1回やってて V だけのね、うん、ブースターって方をゲットしてた。そうそうそう、でシューターがなくて、でシューターいつか欲しいなと思ったら YO カードで出てましたので、はい、やってきました。うん、でちなみにですね、今日はちょっと撮影環境が違いますけれども、はい、実家、熊本の実家に帰ってきて撮影してますので、はい、ちょっと声とかね、環境の仕方とか違うと思いますけど、ご了承ください。はい、では開けていきましょうか。はい、はい、しかし、おい、うん、シューターとワインダーがあるね。うん、セットされてる。うん、あ、すごい。結構ちゃんとしたランチャーだね。ワインダーが丸まってんね。じゃあシールなど貼っていきましょう。はい、はい、ということでステッカー貼り終わりました。こちらがライジングラグナルクですね。はい、これがレイヤーで、でドライバーとディスクは一つになってますね。はい、はい、でそれが、うん、ここで合体すると。そうだね、これで一つのベイになります。はい、こちらがストーンスプリガンです。はい、そしてこちらがランチャーとワインダーですね。はい、これをこのような感じで引くと、裏側どうなってるのかというと、こんな風になってますね。はい、シューター。はい、じゃあこれで対決していきたいんですが、はい、スタジアムがありません。はい、で、実家からですね、このようなですね、ボールをちょっと借りてきました。はい、料理用のやつね。この中でシュートしましょうか。ちょっとね、音うるさいかもしれない。うん、ガチャ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 するかもね。そう、ちょっとやるかもしれないですけど、やってみたいと思います。はい、はい、じゃあやっていきましょう。はい、はい、それではまず一回シュートしてみましょうか、試しでね。じゃあお願いします。おっしゃちょっと待ってこれ戦えるかないや、わかんない。もう一回シュートしてみるね。ちょっとパパやってみる、今度。はい、いきますね。ゴーシュート。おぉ、こっちの方安定してんね。あ、待って待ってる、持久だからね。なるほどなると、うん、これだったら戦えそうだ。うん、3、2、1、ゴーシュート。当たらない。あ、スプリガンが結構当たる。おぉ、これは同時に止まっちゃったから、スピンフィニッシュ感じかな。うん、3、2、1、おーおー、エイちゃん飛ばされたい。オーバーフィニッシュ。オーバーフィニッシュ。そうか、カプセルシューターの場合はバーストフィニッシュないね、これね。うん、じゃあ今度パパね、このビクトリーバルキに変えます。はい、オレンジバージョン前で出てるね。はい、これもエイちゃん前で対戦だけど、ワイルドワイルドバイバン。ワイルドバイバン。ワイルドバイバン。だって。すいません、お笑いしたね。ワイルドバイバン。ワイルドバイバン。3、2、1、おっしゃ。おっと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 。おー、ありがとうございます。3、2、1、おっしゃ。激しい激しい激しい。パパ、パパかな。えちゃん、今のは。じゃあ、せっかくだからパパを戻します。はい、ダイジングダブナルク。3、2、1、おっしゃ。おー、今結構あった。おー、おー、おー、これパパ勝ったね。うん、なるほど。3、2、1、おっしゃ。おい、よっしゃ、オーバーフィニッシュ。しかもエイちゃんの方に両方飛んできた。はい、ということで今回はベイブレードバーストのカプセルシューターボリューム1でした。はい、ということで今日の動画がもしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いします。お願いします。そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。それとマイチャンネルは Twitter、Facebook、